はい。さあ、オッケー。ここは何が入ってるでしょうか。ハートの欠片だったら、いいなぁ。シェイ、ナイス。ほら、一個増えた。増えた、今。あれ増えたっけ。あ、増えてるね、ほら。今で0個になったから、はい、完璧と。よし、これでじゃあ。あれあれあれあ、いた。これで、行こうか。ナレシャさんのところに。たまにさ、口笛が機能しないときあるんだけど、これって何が悪いんだろう。そういうもんなのかな。それともこのゲームのバグなのか。わかんないけど、ちょっと焦るんだよな、あれ。さあ、来ましたよ。積乱雲内部。どうやってナレシャ様と話すんだろう。あいつのおでこに乗ればいいのか。おいっす。おはようございます。おはようございます。集めたよ。ちょっと待って。はめられてる。スタックしてる。はい。オッケー。来たよ。お前の歌も聴かせてもらおうか。富士壺だらけだけど。これなんなのこの気持ち悪いの。何こんなのつけてんのお前。取れよお前。汚いの。ほっほー。三流に愛、歌を覚えてきて、覚えてきおったか。本に坊主は大した声のって。本にっていうのこれ。本当にじゃなくて。これなんか本方言ですか。ではわしも約束を果たそうかの。最後の一節わしが奏でて死んぜよ。リンクが縦膝ついたの。え？お前ら声同じだろ多分。三流もそうだけど。こんな感じの声だよな。おお。かっこいい。めっちゃ気持ちよさそうじゃん、リンク。いいね。お、え？何？うわ！あ、三流来た。かっけえ。え、待って。雷流ってお前、死んでたんじゃないの？あのさ、時空石あるから、ねえ、生きてたけど、あの領域から出たらお前、死ぬんじゃないの？まあ、いっか。とりあえず歌聴きましょう。ファイも喜びで舞い上がってたな。勇者の歌が完成した。いいね。さあ説明はいらんじゃろ。その歌は試練への入り口を開く歌。この大空のどっかにある試練を乗り越えた時、トライフォースへとつながる道が開けるはずじゃ。これスカイロフトに行くのかな。多分そうだよな。なんか言ってなかったっけ、スカイロフトのどっかにトライフォースがみたいな。はい。この空に浮かんだ島々のどっかに勇者の歌によって開かれる試練の入り口があることが判明。直ちにダウンジングを行い、場所を特定してください。なるほど。ん？多分これ降りるんだよな。え？何これ？おい！何これ？待って。何これ？面白いんだけど。おお。なるほどね。飛び降りるけど、こいつが速すぎて、こうなんだろう。着地しちゃうみたいな。これ何？どうやって降りるんだこれ？ほう。あ、オッケー。てか勇者の歌が完成したってなった時、一瞬止まったのちょっとびっくりしたんだけど、もしかしてなんか、嫌なことが起きんのかみたいな、不穏な空気だったけど、そんなことなかった。ただの任天堂の遊び心だった。その前にちょっと盾強化していいですか、僕。多分できると思うんだよね。盾ね、途中で壊れたら俺嫌だからな。上質。ほら、いける。あ、改造する。オッケー。さあ、お願いします。よろしく。オッケー！オッケー！オッケー！こいつ上半身の割に下半身貧弱すぎんだろ。よし、できた、受け取れ。さあ、上質の聖なる盾を改造してもらった。聖なる力で傷を自己修復する不思議な盾で、盾の耐久力が上がったと。オッケーです。まだこれ、盾いけんのか？いける。どうなる？最上だって。うわ、これ、羽取りに行く？これ。羽取りに行っちゃいますね。ちょっとね、どうしても、強化したいから、取りに行きます。さあ集めてきました。普通にね、小鳥捕まえた時思ったんだけど、これってさ、結構動物愛護団体に訴えられるんじゃないかっていう。まあそれも顧みず改造していくと、はい、俺はもう多分訴えられるかもしれない、あの団体に。オッケー。
オーケーオーケー。お前上半身と比べて下半身貧弱すぎ。よしできた、受け取れ。さあ、まあ多分ただ耐久が増えただけだよな。うん、これがね、さあさらにいけるのか。ああ、これが最後っぽいな。見た目がかっこいいと思ったけど、なんか変な顔がついてる。なんだあの上の方の顔は。あれいるか、女神の加護があるということでしょうかね、この盾は。そういうことにしておこう。でダウジングが、あ、うわ待って、怪しすぎる。あの光は怪しすぎるぞ。え、待って、サイレン、ここでもサイレンやんの。もう少しで、ちょっと待って、やだ。え、俺は認めないぞ。認めなくねー。なんでだよ、なんでまたあんのこれ。ふざけんなって、ファイちゃん助けて僕のこと。ダメだ、もうダメだ。歌う妖精になっちゃった。もう剣の妖精じゃないあいつ。オッケー。ん？おお。あ、でもなんかちょっと違ったな。トゥ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 ルトゥルトゥのアレンジっぽいね。剣のリリークの中の捧げ、最後の試練と進むのか。わかった。これが最後のサイレンだろう。やってやろう。やってやろうじゃねえか。来たな。ただ、スカイロフトの地形は、なんとなくわかってはいるから、焦らなくて大丈夫。うん。マスターリンク、ここが最後の試練の世界、女神のサイレンです。来たー。なんか相当理不尽な場所が設けられてそうだけど、大丈夫かな。最後だからね。最後の試練の器が満たされ、マスターが真の勇者と認められました。トライフォースへと続く扉がマスターの前に示されるでしょう。必ずや試練を乗り越えてください。何かファインに質問は。ねい、イエスマスター。下嫁ファイは外の世界にてマスターの帰還をお待ちしておりますと。オッケー、行くか。目の前になるからね。あれは届くでしょう。よいしょ。ただこいつらがね、ノロマということを俺は知ってるからね、いけるでしょうね。はい、落ちす。さあこれで90秒間動きを止めて、でちょっと雫欲しいな。場所がわかんない。雫だっけこれ。多分上の方には俺はある。絶対あの塔の上にあると俺は踏んでた。うわ、びっくりした。なんだこいつ。はい、取って。これってさ、あ、大丈夫か。パラセール使えなかったけど。うん、ダメージは食らわなかったな。結構簡単なのでは。よし。今の初等はちょっと若干熱い今初等を決めた。あいつ怖い、もう。あいつがマジでトラウマなんだよな。もうマガタマとか言ってらんない。ここはマガタマ取らずに、欲を見せるな。横を見せたら、このゲーム終わる。マガタマは取らない。必要な時だけ、マガタマは回収していくと。で、不意打ちのあの水のやつがあるから、それも気をつけよう。ほらー、ね、やばいやばいやばい。もう、さっき行ったそばじゃん、これ。え、まずいまずい、どうしようどうしようどうしよう。やばいやばい。やばいやばい。どこどこどこ。あったあった。あれしかない、あれしかない。あれしかない。いけ！うぅす！あー！ちょっと待って。ちょっと待って、まずいまずいまずい、まずすぎる。このサイレンマジでやらしい作ったやつ。ちょ、やばい。ただやつが動き遅いのは知ってる。右から、こっから、いけるいけるいける、間に合う間に合う。よし、なんだあれ、性格悪っ。マジビビったわ。取って、安堵したと思ったらねえ、来るっていう。あーもう、マジ心臓に悪い。喉もおかしくなった、今ので。取る。あ、まずい。痛い。まあ、多分、理不尽ポイントはあそこだけだろう。そう信じて、俺は。あとはちょっと気楽に行くぞ。まずい。もう、何この位置。やばすぎでしょ、この位置。やばい。
ちょっと結構むずいこれ。ギリ間に合う。オッケー。え、何あそこ。あそこやばくない？どうやって取るのあれ。下か。こういう難しいところはもう初めに取っておくのが秘訣ですわ。この、あ、あ、刺したわ、すべてを。お、待って待て待て待て。それはまずい。ちょっと待って。性格悪すぎでしょ、これ。何今の。出待ちしてたこいつ。キモ。で、バックジャンプ、OK。これバックジャンプを使うというね、この、粋な計らい、どうすか。頭いいでしょ、これ。さすがに今のは頭いい。で、ここも慌てず、はい。はいと。怖っ、あの石像。目が赤いんだけど。あと一個どこ？あと一個は？やべ、あと一個、見てから取ればよかった。ちょっと、善を急ぎすぎたな。あと一個は？え？あ、待って、やだ。うわ。よし。逃れた。あっちかよ。クソ遠いじゃねえか、ふざけんな。え、あそこって中だよな。なぜ俺はこういうのを先に取っておかないんだ。嫌なことから先にやれと言ったはずだぞ、俺。過去の俺。やべ。ちょっと、道迷ってる。ここから登って、で、あの、手すりんとこに捕まればいけるよな。急げ。急げ。急げ、リンク。はい、勝った。勝者は、俺だ。聖なる雫が滑った後までリンクの心が成長した。外の世界に帰るまでが、遠足だぞと。よしよし。え、待って！お前、初期位置戻れよ。ふざけんな、待て。何今の。ズルじゃん、普通に。ズルされた、今。いや、そんなことして楽しいですか、皆さんね。皆さんね。そんなことして楽しい？ね。俺認めないよ。これで負けても俺認めないからね。ちなみに。普通に電源切っても俺、不定寝するからね。これで負けたら。マジでマジでマジで。マジで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 。はい、勝ち。はい、勝ち。ふうふう。ここのサイレンが一番理不尽だったわ。普通に。ずるすぎる。すべてが。はい、試練の刻印を手に入れた。何？あ、これ、なんかさ、ゼルダのさ、あの、結晶みたいな色してない？関係あるかな？トライフォースが隠された場所へと、勇者を導くための刻印と。これで終わりか。どこにあるんでしょうか？ね、その刻印とやらは。多分あの、マスターソードが刺さってた場所が怪しいんじゃないかなと僕は睨んでるんですが、マスターおめでとうございます。ついに全ての試練を乗り越えました。うん、なんかいいね、キリッとした顔が。先ほど手に入れられた試練の刻印はついで2つ。この島のどっかにマスターが持つ刻印と同じものがもう一つあり、そのついをなすと場所にはめることによりトライフォースへの道が開けるとされています。そのツイートなる刻印を探し出すことを推奨します。ツイートなる刻印？何それ。この場所のどっかにあるの？ちょ、もう一回聞いていい？今入れたやつがツイで2つ存在する。で、このどっかにマスターが持つ刻印と同じものがもう一つある。で、それを探し出してトライフォースへの道が開かれると。わかった。プレイ時間はこんな感じでしたと。ツイになるものか。なんかさ、鳥居のさ、なんかあったじゃん、建物。あれとか関係しない？あの鳥の彫像、てか銅像みたいなやつ、あれどこにあるかな。あれが怪しいところは見てるんだが、これほらすげえ。俺すごくないこれ。あのなんかさ、サイレンの世界でさ、この銅像怖えなとか言ってたけど、この光だったのか。はい、余裕。まさかここが伏線だったとはな。すごいな、俺のやっぱ洞察力、そして推理力、すべてが輝いてる俺。このスカイウォードソードを通じて俺は人としてなんか成長してるような、そんな気がするぞ。ん？あ、こいつが向かう目の先に、え、気持ち悪い。え？何？不発？なんかないですか？ね、これ、これ、どうしたらいいの俺。おい、こんなシュールな。え？おお！え？何？不穏じゃない？これ大丈夫？うわ！崩れた！
これ住人マジびっくりするでしょ、こんなの。あそこにね、大切ななんか宝物をさ、掘って埋めてたらどうする？俺の宝がっつって。あ、それはいいっすか。で、あそこをね、タイムカプセルみたいなの。うぅ！これ、ダンジョン？これ、違うかな？新しい、ステージへの道が。めっちゃ撃ってる。これは？なんだ？あ、ここから、渡れってことか。おぉ！すげえ。こうなってたんだ。マスターリングの北部、出現した構造物がトライフォースの隠された場所である確率 85%、ゼルダ様に託された使命である終焉のものを、完全に滅する時は間もなくです。もうすぐ終わるのか、この戦いが。行こうか。もう気になるわ、先が。これすごいな。どうやって浮いてんだろう。気になんない、これ。俺らじゃ考えられないような技術がここには備わってんだろうな。え、これとこれの違い何？これで降りて大丈夫？大丈夫か。よし。結構ギリギリだけど、これ。もうちょっと余裕持った方がいいんじゃないか。あ、これダンジョンかな？そんな感じするな。行こう。お、しまった。ダンジョンだ。空の塔。そして目の前にいきなり宝箱。マップかな？初っ端をマップ配って頑張れよっていう合図かもしれん。いい雰囲気だな。俺好きよ、こういう雰囲気。神殿の中がダンジョンっていうやつ好き。はい、やっぱりね、俺の想像通り。君の想像通りだよ。え、何これ。なんか昔のゼルダじゃん、これ。お。え、マスターに報告。この建物内に3つの聖なる力の存在を確認。え、トライフォースであると断定します。断定した。え、力の発信源を地図に記しました。三角のマークです。ご確認くださいと。これ、これ、これか。OK。まあでも、道順に進めばいいんだよね。別にそんな確認せずとも。これは？これ位置を示してるね。あ、これなんか、パズルゲーム、これ。正しい位置に持ってき的な。あ、これでさ、これ地形動かせるってこと？あー、すげえ。これは画期的だ。マスターの報告。今の振動は、この建物内の構造が変化したものと推測。うん。これ面白いね。ってことは、ここが開く。で、さらにここをさ、繋げたらさ、結構、いい感じなんない？どう？この先も多分進めるよね。あ、でもこことここは繋がんないのか。まあ、いっか。とりあえず行こう。ここは？え？めっちゃキノコ。なんか一番最初の神殿っぽいな、これ。神殿というか。あ、神殿か。展望のとこ。おお！この黄色のデクババも一発か。あ、待って、これ。一番最初の方にあっちの方、パチンコで、あれ？これか？ん？なんだあれ？ビートル。あ、ビートルか。弓矢でもいけると思うんだけどな。ダメなんかな？ハサミでちょきっとこう、切る感じじゃないと、あそこの紐はちぎれんって感じか。なんか視点が悪い。こうか。左スティックか。視点操作は。危ねえ！はい。うますぎた。わ、いそうだと思ったけど。ダメすぎた埋葬。これちぎって、で、とどめと。お疲れ。危ねえ。あ、オッケー。怖い怖い怖い。やだあいつ。やめてやめて。じゃあ、後で後で美味しいご飯あげるから。一回、やめて。あそこ。こう。やばい。あいつ黙ってる。よし、危ねえ。これで一回下がって、うわぁ。何この仕掛け。やばいやばい。あっつ勢い余りすぎた。一回ステイだな、ここは。あ、これ一回、
ぶっ潰さないとダメか。ああ、そのためのビートル。掴みます。で、置き土産するか。ピース。どうも、シャムでーす。あ、全身だ。あ、全身だ。ナイス。これは？ああ。風。すげえ。なんか全部の仕掛け盛り合わせみたいな。刺身盛り合わせ定食みたいな感じだ。いける。オッケー。ここも。はい。はい。で、あるね。これが。あれか？壁、文字か？やっぱり。どうしようかな。ルピー欲しいからルピーもらっていいですか？やべえ、これどこに書いてあるのかわかんねえ。やべえ。最悪の六角形出来上がった。いや。見えないんだって、これ、光で。こう、わかってほしい。わかるよね、みんな。わかってくれるよね、今の俺の気持ち。あ、これ戻ってきた。一周した。ここで一周し、あ、でも、ここ開けたから、ここを上にして、いや待って、難しいな。このダンジョン。こうして、こう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 。これどう？これいけるかな？これ繋がるかな？超無理やり持ってったけど、ここ繋がるよね。あ、いいえ。問題はこの先だが、めっちゃ怪しい雰囲気。怖い。これあれだね。大祭殿の、地下みたいな雰囲気あるけど。あれ？え？マスターご覧ください。これがトライフォースの場所。フロルの紋章です。あそこから聖なる、トライフォースの聖なる力を感知。しかし、地位鍵があると、紋章の下に到達するためにあの扉の先を進むことを提案します。地位鍵必要なの？もう一回戻るか。なんか手当たり次第に行ってない部屋に繋がるようにピースを動かせば、まあ、なんとかなると思うんだよな。お、これはラネールのとこですね。ラネール連石場か。ザコめ。お前らはザコなんだよ。はい、おいおい、ザコは死んどけ。リミットオブエリアに殺されたな、お前ら。カーゴボットカモ。はい、お疲れ。こいつ結構ね、ルピー落とすんですよ。うん、20ルピーぐらいしか落とさないけどね。これ上？ああ、ここに目印が置いてあるってことは、ここに置いて、で、このレバーを引くと。ウィエー。気持ちいい！ん？何これ？ちょっと先の探索を行いますか。ただ何もねえの。とりあえず先進んで、見るか。ここ開けて、なんかこうコンベアで運ぶような感じだと思うんだけどな。これをさ、落とせればいいんだよな。ここに。ただ落とせん。なんか落とし方あったっけ？これなわけないよな。これ突き刺してさ、投げるっていう、どっかで見た光景、どっかで見た攻略していいですか？あ、なんかわかったわ。これ、あ、でもわかんないわ。こいつ待って、わかんない。全然わかんない。なにこれ。あ、え？投げれるし。なんだよ。投げれんのかい。初めてだ俺、これ、投げるモーションしたの。で、開けて、で、ゲットと。これで先進みます。またこれか。これは、ここに置いて、どうだろう、先に、これ開けるのか。うん、シャッターオープン。風で、吹いて、OK。で、こう、掴んで、掴んでじゃない。押して、で、風と。下になんか、あるか。特にないか。魔物か。これで良さげ？これミスったの俺。俺もこれ乗んないと、無理じゃん。あれ？あ、なんかあそこになんかある。めっちゃいろんなアイテム使うな。こうしたらどうする？開くんだ。ナイス！レバー引くと、開いて。え？何の実あんだこれ。何のレバー今の？わかんない。まあ、いっか。先進もう。で、またこれか。はい。やばい。えいさっす。うん。え？はい。これ引くと？あ、逆走すんだ。ちょっと逆走はあかん。先進まないと。待て。やることめっちゃある。なにこれ。はい。あ、これなんか、順番ありそうだな。順番で、ここの装置が開くみたいなのがありそうな気がするけど。
どうでしょうか。やばい。ああ。いや、でもなんか、普通に地道にやっていけばいいのか。うん。それを信じていくか。はい。全部、閉じて開くと。さあ、こっからだな。こっからが難しい。すぐ近場に、扉があるから。待てよ。ここ行きたいね、ここ。左下を持ってきたいから。そっか。これ、多分、物理的に右へ持っていけねえわ。待って待って待って。これでまた行ったことない場所に繋がるぞ、ここ。ここ行ってみる。さあ、新たな地。これは、大祭殿。大祭殿か。合ってるわ。まずはこの雑魚を、倒すと。これ何？爆弾補給場所？これ。ありがたくもらおうか。あー、なるほど。ここで爆弾を投げて、OK、ナイス。で、これがモグマ族の力。OK。これ懐かしいね。上の状況見れないね。ただ、これは合ってると思う。あ、上空いたから多分、お役ごめんだな、ここは。で、ここが開くと。来た。リザル。やばい。危ね。勝たお前。あ、倒せるわ。で、とどめて。ちゃんとガードする方向ね、見て、判断しような。うわー、これ、楽しそう。楽しそうだけど、イライラしそう。楽しそうだけど、イライラしそう。ここらへん。これ、もしかして？もしかして？ホールイン？これ、本当に合ってるこれ。お、入った、入った。ナイスー。そして、あれを見つけたが、ビートルで大丈夫でしょ。ガチャコン。なんか、つたかったから、どうせあそこ行くんだろうな。なんかある、ここに。そしたら、この赤いピンク、あ、ピンクか。ピンクのやつ、やったけど、何が変わったんだろう。何これ。こう。これ正解？これ正解じゃね？俺の想像力が、俺の想像力の勝ちじゃない？これ。こんぐらいだけ削ればいいでしょ。ビートルで、いや、これ、すごいな、俺。みんな思いつくか、これ。いかにもって感じだからな。で、ボちゃんと。これはおもろいな。また、ピンクの、宝玉。俺はこいつにね、一番最初見た人はわかると思うけど、こいつに悩まされたからな。世界一。あ、これ何個か開いていくっていう感じのダンジョンなんだ。了解しました。ここもあるな。ここはでも、普通に爆弾でいいんじゃないか。はい。用意しとこう。絶対来るから。ほら。で、これで開いていくと。ウィーエー。これうまくない？RTA っぽいムーブしてるよね。ん？あれ？これが順番ある？もしかして。どっかになんか、順番を書いたものがあるのか。これも完全に、あれですか。運でいく感じ？なんもなんか目印ないんだよね。はい、落ちていく。ナイス。まずはね。まずはこれやんないと、リンクが気引き締めないから、ちょっと今ね、ちょっとだけ、ゆとりがあった心に、もっと気引き締めろっていう、俺からの合図です。いや、間違ってるし。これ何なのこれ。どこにヒントがあるこれ。ねえ、わからんちん。うわ、いた。何これ。わかんない。何が正解だったのこれ。ちょっと、これ運なのかな？なんかある？なんか炎の数かなとか、模様のね、ここの模様の。とか、目玉のとことか、いろいろ考えたけど、全部同じだもんね。まあいいや。正解したからいいや。あ、ここになんか書いてある。石像の裏の石石を探せ。低い場所から順に叩けば扉が光る。なんだよ！俺をおちょくってんのか、お前ら。これで、ここの岩石を爆弾で壊せると。はい。あれ？くそ。これこうして、で、さらに殴る。これできるか。で、これも、一回叩いて、で、もうワンモアチャンス。OK。で、多分上の扉開けるためには、ここをまた戻さないといけない感じだから、戻して、で、地上へ戻ると。いやー、すべてを集約したこのダンジョン。すべてはこの時のためか。このダンジョン、を攻略できるようにするために、今までのダンジョンが設計されてたと。すべては女神が用意した試練だったんだな。熱いな。
何？まだあの、あれ？サソリ？うわ、2匹いる。君も。はい。え、お疲れ。危ねえ。殴れる。よし。一回ごっつんこさせるとこいつは楽に狩れるの。え、潰す。バカめ。さあさあさあ、これで相手、結構長い戦いだったな。しぶとかったわ。多分こっちから右だよな。